アズサはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍南東部に位置する都市である。2000年国勢調査での人口は44,712人だったが、2010年には46,361人へ増加した。市名は昔のジャック・ベニーのジョークからアメリカではあらゆることが A から Z までという文句を縮めたものと考えられることもあるが、 実際には少なくとも18世紀にその起源を遡ることができる。アズサの町は当初サンガブリエル・バレーとサンガブリエル側を指す言葉であるトングバ族インディアンの地名、アスクサグナから派生した可能性が強い。アズサは、 北緯34度7分50秒整形117度54分25秒北緯34.13056度整形117.90694度34.13056-117.90694に位置するアメリカ合衆国国勢調査局によれば地域全面積は8.9平方マイルでありすべて陸地であるサンガブリエルキャニオンの入り口にあり このことから、キャニオン式というあだ名もある。またサンガブリエル側の東岸にある。以下は2000年の国勢調査による統計データである。カリフォルニア州議会では上院の第24選挙区及び下院の第57選挙区に属している。連邦議会下院ではカリフォルニア州第32選挙区に属し、クック投票動向指数では民主党プラス17となっている。 2010年時点ですべて民主党議員が務めている。市長はジョセフ・ロメロロチャである。2011年3月9日、市内の有権者は地域の給料部鉱山に関わる環境問題についてアズサロック会社と市が協定を結ぶことを承認した。その提案されている協定の長所についてはいくつかの団体から疑問が投げかけられてきた。 ロサンゼルス軍健康サービス部がモンロビア市にあるモンロビア健康センターを運営しており、あずさ市民も利用できる。あずさの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用ストップ17は以下の通りである。市内には昔ラッキーラガー醸造所があった。この施設は1949年に建設され、1970年代初期に、 ミラー・ブルワリーに買収された。その10年後、ミラーは、その創業地を近くのアーウィンデール市に移し、あずさの施設は、最終的に解体された。市内には、ロケット開発のエアロジェット社の工場もあった。1980年エアロジェットの工場地下水に、トリクロロエチレンが混入しているというアナウンスがあった。この地域は1985年にスーパーハンド用、 地適用を宣言した。1997年、この地の地下水に大半がママと、火ン素酸アンモニウムという別の化学物資汚染が発見された。エアロジェットはこの地下水汚染の責任の可能性ある団体として指名された。エアロジェットは、この施設を2001年にノースロップグラマン社に売却した。市内には、市立キリスト教系大学であるアズサ、太平洋大学と、 同じく私立仏教系大学のダマカやオープン大学がある。また幼稚園児から8年生までを教育するセントフランシスオブローム小学校があり、ロサンゼルス大司教区の下でセントフランシスオブロームカトリック教会の一部となっている。市内の公立学校はあずさ統一教育学区が管轄しており、高校二校、継続学習高校一校、成人学校一校、 小学校11校、中学校3校、幼稚園併設小学校1校が含まれている。この他に小学校、中学校併設校1校が2010年頃に建設される予定である。あずさ市はサンガブリエル川フリーウェイオレンジフリーウェイの間にあるフットヒルフリーウェイに沿っている。現在ロサンゼルスのユニオム駅とパサデナ東部とをつないでいる。 ロサンゼルス軍都市圏交通局ゴールドラインライトレールを延伸するフットヒルエクステンションと呼ぶ計画があり、あずさはその第一段階の東側終着点になっている。ゴールドラインと同様に1993年にロサンゼルス軍都市圏交通局が元アッチソントピカサンタフェ鉄道から購入した通行券に沿って運行されることになる。 ロサンゼルス軍都市圏交通局はこの線を、その通行圏の終端であるモントクレアまで延伸する計画であり、サンバーナーディの軍線と交差することになる。2009年10月、ロサンゼルス軍都市圏交通局委員会は、その長期計画の中に、フットヒルエクステンションを含めることを全会一致で決定し、あずさまでの第1段階について、 建設と運転の予算を承認した。この遠心部の終着駅は、あずさ市内で二つ目の駅になる。最初の駅は、荒ダ駅であり、荒ダアベニューの西、大通りのあずさアベニューの東になる。終着駅は、市内東境界のシトラスアベニューを北に伸ばしたところである。この第一段階は2010年6月に起工式が行われ、2013年に観光。 開通が予定されている。現在市内には旅客鉄道がなく、ロサンゼルスメトロのサンバーナーディの軍船にあるコビーナとボールドウィンパークの駅には一日数便が運行されている。アズサ市は独自の警察署があり、消防署は1982年まで独自のものを維持していた。消防署は救急救命医療体制を取るために、 軍の消防部と合併する諮問を市民が承認した住民投票の後、ロサンゼルス軍消防部と合併した。ロサンゼルス軍統合消防部はあずさにある第32文書と第97文書から活動を行い、コビーナの第152、第153及び第154文書とボールドウィンパークの第29文書、ドアーティの第44文書及びアーウィンデールの 第48文書からも支援を得られることになっている。市が所有する第32文書には1個全線救急医療隊があり、平均して24時間シフトに12.29回の呼び出しを受け、また全線消防車1台は24時間シフトに平均して7.05回の呼び出しを受けている。この文書には予備消防車、 都市捜索救助トレーラー及び MA-32 も備えている。第97文書には、前線消防車1台と、前線警戒車1台を備えている。第32文書には、消防活動に、興味のある15歳から21歳までの、青年向けプログラムである、エクスプローラーポスト16もある。このポストは、毎月第1と、第3土曜日に集会を開いている。 ボーイスカウトアメリカとも共同している。エクスプローラーは一度認証されると、軍内の様々な消防署で、同情を認められる。アズサ警察署は、大変初期に、シボレーカマロのパトカーを導入したところである。当初、現在は閉鎖された GM のバ番イズ組み立て工場で、生産され、カリフォルニアハイウェイパトロールやミシガン州警察のパトロール隊に数台のカマロパトロールカーを、 注文させることになった。カマロは2000年に現役を引退した。当時アズサのカマロはカリフォルニア州の警察で利用されている1980年代、半ばのオリジナルデザインのものとしては唯一のパトカーだった。クラブ名スポーツ主設立年所属リーグ試合場、ソーキャルレジェンズバスケットボール2005年、コンチネンタルバスケットボールアソシエーション。アズサ 太平洋大学ラジオの長寿番組である喜劇ザ・ジャック・ベニープログラムで人気のあった繰り返しギャグにはメル・プランクが声優になっている登場人物が列車の出発到着を案内するアナウンスにアナハイム・アズサ及びクカモンガというものがあるこの番組が放送された当時サンタフェ鉄道がアズサとランチョクカモンガを経由する旅客列車を運行していた あずさシは一つの都市と姉妹都市を結んでいる。ありがとうございます。